酒井さんといえばですね、始まってますよ、はい、大丈夫ですか、ね、酒井さん酒井さんといえばですね、はい、一世を風靡した負け犬の遠吠えなど、常に女性の気持ちを絶妙に切り取っていくエッセイでこう知られていると思います。ありがとうございます。やっぱり女性の心理ってのは得意なんですか？得意というか、あの男性にあまり興味がなくて、うん、はい、だから消去法で女性になっていくっていうそうなんですか？そうですね、男性と女性がこう並んでるとやっぱり女性の方が好きですし、あ、そういう性愛という意味以外で、はい、あの、なんだろう、人物として面白いっていうか、そうですね、はい、でやっぱり男の人の話を聞くより女の人の話の方が、まあ、自分も女だからっていうのもあるんですけど、分かるし話をもっと聞きたくなるし。どういうとこが面白いんですか？なんでしょう、いや、なんで興味持ち出したんですか？じゃあ、ずっと女子校だったんですね。へえ。で、周りに男の人が本当にいなかったので、それしか分からなくて、まあ食わず嫌いというところもあるのかもしれないです、男の人に関しては。なんか例えるとどうなんですか？男の方がなんかちょっと浅いなと思っちゃうのか、いやいや、男の人は大変立派だとあ、そういう感じなんですか？男の人の方がちゃんと立派に思ってるんですけども、同じ人間だと思えないんですよ。へえ。分からなすぎて。あ、まあ、それは女性がですか？男性。いや、男性が、で女の人はもう通過で、だよねって言えばだよねって言えるような感じですけど、男の人はあの、なんというか異星人として対応する感じ。そうなんですねまあでも女性は女性だかの周りにしか見せない顔とか。そうですね、その違いがまた面白かったり、あの若いうちはそれが嫌だったりもしたんですけど、なんかそれがだんだん面白さとして捉えられるようになってきて、ますます女好きにどういうとこが面白いんですか、女性？女の、はい、例えばこういうことがあって、こういうことを思うのが面白いんだ。まあ、ドロドロもしてますし、意地悪だしひどいところもたくさんあります。男の人がいの方がいいなって思うところもいっぱいあるんだけれども、まあ、だからこそその暗いところとかドロッとしたところがあるから女の人が好きなんですよね。ちょっと男の僕からすると、その多分分かってるようで分かんないんですよね、うん、その女の人のドロドロしてる部分とか。でもたまには感じますよね。もう一番最初に女の人が怖いなと感じたのは中学校の時ですよね。中学校の時になんか女子のグループが固まって、うんうん、なんかこういじめたりとか。いじめっていうか、まあなんかこうなんか独特ななんか出てくるじゃないですか。そうですね、嫌な汁がね汁出てきます。女汁みたいな、こう、うん、なんていうんですかね、うん、こう人が集まると、女同士で集まってると、なんか 何々ちゃんが何々って言ってるよみたいな、うん、なんで本人が言ってこないんだみたいなあれが出てくるじゃないですか、そういう。で、私男の人がすごいなって思うのは、うん、そういう女の嫌な汁を、まあ、大人になれば散々見たり聞いたり、はい、飲んだり食べたりしてるのに、それでも女と付き合うっていうのがすごいなと思うんですよ。いや、こんなに女って嘘をつくんだとか、こんなに本当のところを見せないんだって散々こう身に染みて分かっているはずなのに、また次に行ってしまうでしょうまあでもそれは本能としてのあ、本能なんですね。女性を求める本能だったのかっていうのもあるんじゃないですかねいや、今初めて分かった。相手を求める、その、なんだろう、男ってやっぱ受け入れる、まあ女のもそうかもしれないですけど、ことがこう度量だったりするじゃないですか。男の人にはこうなんか見えない部分があるんだと。それはあると思います。それはもう絶対あると思います。男から見た、例えば可愛いっていう人は女から見たらすごい嫌われてたりとか。そうですよね。同性から苦手だって言われる人が、そのいわゆる女の同士だったら、なんか男にの前だけなんか怖いこぶってみたいなこと言われるのが、男はすげえ可愛いって言ったり、それでもいいんですよね。それでも男は勘違いしないでほしいのは、分かってたりしますよ。あ、分かっててもさらに別にいいと。いいって言ったら変ですけど、男は分かってたりすると思いますよ。全員が全員か分かんないですけど、
そのなるほど、ある程度分かった上でそんなにバカじゃないかもしれないですよ。いや私男の人はこうなんかこうある部分が視野が欠落しているからいやでも欠落もしてると思いますけど、それは多分神様が与えた欠落なんだろうなって思ってたんです。そりゃそうですよ、そうじゃないしていかないと人間生きていけない、うん、そうじゃないと男女交際なんて生まれないもんねってそんなにひどいですかひどいですよどういうものを見てきたんですか、そんなに。やっぱりですね、その女だけの生活が長かったので、女子校生活が12年だったので、その間女だけにしか見せない顔っていうのをいっぱい見てきたんですよ。例えば、え、なんか意地悪したりとか。多分同性同士だけで集まるとその異性の視線が入らないっていう部分で、うん、とっても面白い現象がいろいろ生まれるっていうのは男も女もあると思うんですね、はい、で私多分そこから自分がエッセイ書くっていう、うん、あの仕事につながったんだと思うんですよ。その意地悪さとかドロドロさも含めて、いいとこも悪いとこも面白いなと思う。面白い、たまらないたまらないとこを知りたいんですよね、うん、そので最初はそれがあのもう与えられた環境だったので、みんなずっとこのままでいくんだと思ってたんですけど、そこに例えば何ですかね、合コンとか男の人の視線が入るとガラッと変わる人もいる、はい、うん、まあ女同士でいる雰囲気とは違って、そうそう、うん、男がいると、でそこで初めて、あの、うん、女同士の時と男と女が両方いる時って人は変わるんだっていうことに気がついたりもして。それはどう変わるんですか、もう性格が変わるみたいなんですか。男だと多分その変わるってことはないのかな、まあ、テンション上がってるとか、うん、いや声のトーンからして変わったりとか、こう最初に女同士だと最初に自分が唐揚げ食べてた子が唐揚げ取り分けてるよみたいな、そういうところもありましたよね。何してんの料理取り分けるの初めて見たあ、そういうのが女の人から見ると、うん、あのまずはもう高校時代とかなんかびっくりして、そこからああ世の中に男と女がいたんだって思い始める。岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜は負け犬の遠吠えなどで知られるエッセイストの酒井純子さんにお話をお伺いしています。酒井さんがエッセイストになったきっかけについて伺いました。もう作品を書かれるようになって30年ということですけど、はあ、ってことはもう結構若い時から。そうですね、高校時代から、雑誌にエッセイを書いていたので。すごいな。いやいや岡田君もねいやいや僕は14から仕事してますけど、はい、でも雑誌にエッセイ書くのと、同じようなもんですよ。本当ですか。単にこう高校生から書いてるってことですね。そうですね、まあ自己表現という意味では同じですよ僕はちょっと違う気がしますけど、うん、まあなんか当時今でもありますけど、ポパイとか、はい、そういう雑誌が流行ってて。どういうこと書いてたんですか。でなんかいろんなポパイ読んでたら、大学のいろんな分類とかをそういうなんていうんですか、コラムがあって、それを読んでたらこれなら私にも書けるわって思って、その女子校バージョンを書いてみたんです、うん、そしたら友達がこう雑誌に送ってくれて、で書いてみませんかなんて。で当時オリーブという女の子向けの雑誌があったので、はい、そこに書くようになったんですね、うん、どういうとこをこう評価されてありますか。でしょう、やっぱり女子高生自身が女子高生のことを書くっていうのが珍しかったんじゃないですかね。どういうことを書いてたんですか。日常的なことですか、うん、こんな服を着てますよとか、こんなとこで遊んでますよみたいな、本当たわいのない。なんかこう高橋さんの本でこうキャッチコピーがうまいというかっていう風に言われたりすると思うんですけども、まあ、負け犬の遠吠えなんていう言葉は、はい、ええ、そうですね、なんか一つの文章の中で、うん、こうちょっとカリッとくるような
こうさらっとだけ読めるんじゃなくて、ちょっと引っかかるような言葉が一つか二つ混じってるといいなとは思って書いてます。今気になってる言葉って何ですか？すいません、難しい。嫌いな言葉でもいいですか？いいです。勇気をもらいました。嫌いなんですか？いや、みんなもらいすぎじゃないですか。勇気、いや気持ちいいですよ。あのそうやって言ってくれるのは、な何にもなんかそんな勇気出してないような人も勇気をもらったとか言ってるので、うん、なんか考えてないなって思ったりすることがありますね。はい、みんなもらうの流行ってるじゃないですか。元気とか、はい、元気をもらいました、パワーとか。じゃあなんかスポーツで頑張ってるの見て、うん、まあ、本当は楽しかったですとか、うん、すごい面白い試合でしたとか、うん、なんか本当にまあ、本当のこと言うと多分見てて、うわすげえ楽しかったですっていうのが、うん、こう素直な気持ちだと思うんですよ、ね、うん、戦ってんの見て、うん、すごいかっこよかったですとか。そうですね。だからなんて言えばいいですか？じゃあその、あの元気になったらなったで、元気になりましたでいいと思うんですよ、うん、元気をもらいました。多分そのもらったっていうのが流行るっていうのは、なんかやっぱり今時代の気分としてこう与えられたがる人が多いのかなっていう気がします。この自分から元気なり勇気なりをつかみに行くんじゃなくて、うん、誰か他の人からこう配ってもらいたいのかなっていう気分が今あるかなと思いますね。受動的な感じ。なんか長くこう女性をそれだけ見てこられて、はい、まあ、人間を見てこられて、うん、女性の在り方ってこう変わってきたっていうのを感じるんですか？女性の在り方はなんか求められ方とか、その生き方というか、まあその16ぐらいで書き始めるようになってから、だいぶその社会の在り方っていうのは変わってきているとは思うんですよね、うん。でその負け犬の遠吠えっていうのは、結婚しない女性が増えてきましたよねっていう話なんですけど、うん、そのでもしたくない人が増えたわけじゃなくて、したくてもできない人が増えてきたっていうことで、それはどうしてなのかと考えると、やっぱり女性はどんどんこう強くなって、経済力とかキャリアとかも積んできているのに対して、それに対応できる男性が少なくなってきたっていうことがあって、うん、そういうなんていうか、男性はその装飾家とか言われている中で、女性だけが強くなっていってしまって、そのアンバランスな感じがしますよね。うん、結果的になんか例えば事故があり何かがあり、で女の人子供の人を先に行かせろっていうのが男として当たり前だと思うので、うん、みんなそう思ってくれてると。いや思ってますよ、絶対思ってます。いいなと思いますよ。そんなに男を舐めないでくださいね。男はやるときやりますよ、日本人の男は。いやすごい期待してます。やるときがないだけで、きっとそんなことないかな。やるときやるって思ってると思いますよ。楽しみですよ。だから岡田さんぐらいの方がそう思ってるっていうのは、とっても頼もしいんじゃないですか、今の女性にとって。すごい意外だもん、その発言が。なんでですか？意外ですか？意外ですよ。